妹よ、今日は元気にモンハンライズをやっていこうか。了解だよお姉ちゃん。それで今日は何を狩るの？うむ。普通にモンスターを倒すのも悪くはないんだけど、初心はするべからずということで、ここは今一度、上位ソロをやり直してみるのもいいかと思ってね。それはいいねお姉ちゃん。強い装備ばかり使っていると、見えないものもあるもんね。うむ。マガマガさんの必殺技とか、ジンオーガの必殺技とか、見る機会減ったよね。あわう。さて、それじゃあ早速、私たちの装備を里装備に戻して、お供も里装備、しかもレベルも低い子を雇って、アイテムポーチからは力の爪も抜いたよ。いいね、お姉ちゃん。それじゃあお姉ちゃん、改めて武器から用意しないとだね。うむ。それで今回は2つの候補を考えたよ。まずは普通に初見で遊んでた時に私たちが使っていたライトボウガン、イエーガンに、必要な素材はカブレライト鉱石、グラシスメタル、イニシエのユーホネと採取だけで作れるのがいいよね。うむ。カブレライト鉱石は青い鉱脈、グラシスメタルは白い鉱脈、イニシエのユーホネは骨塚から取れるね。寒冷群島だけで揃っちゃうね。うむ。そしてその特徴は、速射可能なレベル2通常弾と、レベル3通常弾だね。通常弾は火力こそそこまででもないけど、弾をいっぱい持ち込めるのがいいよね。うむ。レベル2と3の200発を打ち切って倒せない相手って、そうそういないからね。それにいざとなれば貫通弾もレベル1は移動打ち対応だし。本当に隙のないいいボウガンだよね。うむ。そしてそんなイエーガンに対抗できそうな候補がこれ、おさいづちさんのライトボウガンだよ。おさいづちさんなら、大型モンスターとハエ弱めだし、里装備のまま狙ってもいいよね。うむ。同じレアの装備だから当然なんだけど、武器の基本性能はまあ、互角かな？そしてその特徴は、レベル1貫通弾と斬裂弾が速射対応っていうことだね。これはちょっとすごいよねお姉ちゃん。移動リロードにこそ対応していないけど、斬裂弾を移動打ちできる速射ライトって、基本ないもんね。うむ。そして斬裂メイン運用は、正直かなり強いんだよね。私がイエーガン2の通常弾、おさいづちボウガンの貫通、おさいづちボウガンの斬裂の3つを比べた感じだと、おさいづちボウガンの斬裂が一番強そうだったよ。その時の防具ってどんな感じだったの？うむ。それじゃあ次は防具を見に行こうか。まず腰は、みんな大好きスパイオさんだよ。スパイオ腰さんは、最終装備候補にもなる。すごく強い防具だと思ったけど、最初から作れたんだね。うむ。素材がちょっと厄介だけど、上位初期から作れちゃうんだよね。一応素材の解説をすると、毒クモリは交易戦でのレア入手、落とし穴の調合に必要なツタの葉のついでに取れるから、多分持ってた、と思う。あわう。それと上質な腹袋は、オルトロスからゲットできて、寒冷群島だとここにいるね。ただ、最後のドローキナ竜の激鱗が、貝の素材とはいえそこそこレアなので、初上位時に持ってたかは、正直微妙なんだよね。記憶が確かなら、激鱗を取りに行った覚えはないので、持ってたと思うけど。あわう。どんまいだよお姉ちゃん。それでその他には、カムラの腕と、ハンター足かな？カムラの腕は見切りに、ハンター足は攻撃に、これは結構強いね。うむ。ハンター足の上質な毛皮は、ケルビとかから取れるから、大型なしでいけるしね。あとは大型モンスターとの戦闘がちょっと入っちゃうけど、おさいづちさん装備だね。体も腰も見切りにで、結構いい感じなんだよね。今回腰はスパイお腰さんを使っちゃうけど、でもいい装備だよねお姉ちゃん。それでお姉ちゃん、頭がまだないけど、頭はどうするの？それなんだけど、頭はそんなにいいのがないんだよね。これは教えてもらったんだけど、青あしらさんの頭装備が、貝でもフッツさんがつくので、それがいいかな？なるほど、了解だよお姉ちゃん。ただ、今挙げた装備は、初期に集めると良さげな装備ではあるんだけど、星4でも最後まで使えるのは、おさいづちライトの貫通速射だけって感じだね。そうなの？お姉ちゃん。うむ。イエーガン2の通常弾運用の場合、頭、
そう、足を四つ身三装備にして、90段強化をつけるとすごく強いんだよね。とはいえ、四つ身さんが星4だとそこそこ強いモンスターだから、四つ身さんを倒すのにさっきの防具がちょっと欲しいんだよね。なるほど、了解だよ姉ちゃん。あと、お財布スライトのボンレス弾運用の場合は、頭と足が、胸刃装備で固定になっちゃうんだよね。ボンレス弾は反動を消すのに、胸刃弾なんだね。うむ。理想的な反動軽減の付け方は、装飾品なんだけど、反動軽減の装飾品が作れるようになるのは、かなり後半なんだよね。それでお姉ちゃん、銘弾には通常弾、お財布機弾の貫通弾、ボンレス弾なら、どれが強いの？なかなか難しい質問だね。私が各1戦ずつ四つ身さんと戦った時は、ボンレス弾が一番速くて、ついで四つ身さん装備の通常弾、最後がお財布機弾の貫通弾だったね。ただ、速くても6分、遅くても6分40秒だったから、そんなに差はなかったよ。ちなみに今背景で流れている動画が、その時の様子だね。左上がボンレス弾、右上が貫通弾、下が通常弾だね。うむ。一応順番に装備を紹介すると、左上のボンレス弾がこんな感じで、右上の貫通弾がこんな感じ。あ、ただ、頭は適当だよ。そして真ん中下の通常弾が、こんな感じだね。守る位置は私たちの大好きな、回避距離ムービーのものを使っちゃった。あらう。でも、回避距離ムービーに慣れちゃうと、ないと動けないよね。うむ。弾が身になるくらいは平気だけど、外すとびっくりするくらい被弾するんだよね。そだお姉ちゃん。戦闘の解説とかはしないの？うむ。この3画面同時の状況じゃ、結構厳しくないかな？それもそうだねお姉ちゃん。それじゃあこれからは、代表して誰か1個の装備に絞ってく？いや、せっかく3種類の装備を作ったことだし、これはつどつど良さげな装備でやっていこうか。了解だよお姉ちゃん。とはいえ、全く解説しないのもゆっくり実況者としてどうかと思うので、ちょっとだけ戦いに関しても触れようか。いいね、お姉ちゃん。と言っても、この四つ身さんの場合、砲丸だと特に気にすることはないんだよね。基本的には離れて頭に攻撃、これだけだね。敵の攻撃も、ドッコイドッコイってしてくる攻撃と、水を飛ばす技以外は、回避距離ムービーがあると後ろに楽に回避できるから、ずっと頭を打ち放題だしね。ただ、回避距離ムービーがないと、ジャンク攻撃が横にしか避けれないかもなので、その場合回避直後は頭を狙いにくいって欠点があるね。あ、そうだ。入れ替え特技の話をしてなかったね。そうだったねお姉ちゃん。ライト砲丸の入れ替え無視技は、星4の段階からゲットできるんだったね。うむ。入れ替え無視技は A ボタンの技になるんだけど、奥義解像っていう入れ替え技がすごく強いんだよね。この技、一見するとただの高速で横移動するだけの技に見えるんだけど、技使用後20秒くらい、砲丸を持つが使って、攻撃力が 1.1 倍くらい上がるんだよね。この技で使ったかける虫は10秒くらいで復活するから、攻撃アップはやろうと思えばずっとかけれるのもいいよね。うむ。ちなみにこの技、基本的にはキャラは右方向、反時計回りに飛んでくんだけど、照準を出して左に一撃を倒すと、左に飛んでくこともできるよ。あとあれだね。移動中の攻撃が敵に当たると、青いエフェクトが出るから、何度か当てると挿入待機状態にできるね。うむ。しかも砲丸だと、攻撃しても撃っていうアイコンが出ないような、遠距離からの攻撃も可能で、待機状態になっても乗らないって選択肢ができるので、そこがちょっといいよね。そうだねお姉ちゃん。他の武器だと、乗りたくない時も攻撃すると乗らされちゃうもんね。うむ。とはいえ、私たちの場合は楽しいから基本乗るんだけどね。いいね、お姉ちゃん。さて、この四つ身さんにそれぞれの武器で挑んでみた動画ももうすぐ終わるんだけど、お財布機三砲丸の欠点については話さないとだよね。そうだねお姉ちゃん。初回プレイ時想定だと、貫通弾とボンレス弾は、ちょっと気になることがあるもんね。うむ。
そしてその気になる点っていうのは、もちろん弾の補充をどうするか問題だよね。レベル1貫通弾は60発持ち込めるんだけど、60発で倒せる相手なんていないし、そうなると競合が必要なんだけど、競合素材のスラム強みを集めるのか、ちょっと手間なんだよね。そしてそれは斬撃弾も同じ。どころか斬撃弾の場合は競合全込みでも足りない場合が多くって、戦闘中に戦闘にアイテムを取りに戻らないといけないレベルなんだよね。入手方法で一番楽なのは攻撃戦だよね。うむ。ただ、スラム機能には1枠20個だし、断裂のには15個なんだよね。その点は偽売りの通常弾の2と3を打ち尽くすだけでいい、A 弾2が楽でいいね。本当だね、お姉ちゃん。そして、戦闘開始から6分にして、ようやく断裂弾装備の左上のバトルが終了だね。真ん中下の通常弾も終わりだね、お姉ちゃん。うむ。残すは右上の貫通弾だけど、今回は通常弾が通常弾強化の専用装備だし、断裂弾も反動軽減の専用装備気味だから、装備面での不利がちょっと出ちゃってるね。でもそれも、星5に行けばリノプロ3の貫通弾強化で解消だよね。うむ。おさえずち3号弾も星5で強化できるし、貫通弾は星5に期待だね。それじゃあ今日はここまでかな？そうだね、お姉ちゃん。次回はもっと見やすくしたいね。あと編集時私たちのパソコンだと重すぎだよ。ぐう、それは申し訳なかった妹よ。それでは、ご視聴ありがとうございました。